ますが、どっちもプレイ頻度で言えば割とリハビリ感あるんだよ。さあどうなるか。さあ西川ユンで登場、投げて剣行くん、剣中ケースから、さあ早く固めて固めて全ポテンシャルですね、ポテンシャルまで。さあパーム、これは画面端下ブロー、なるほど、 N 投げ中盤で拾って、ここはうまく逃げた。さあ遠距離から絶唱を引っ掛けて、そのままコンボ、しっかりダメージ取れますね。さあ今日はですね、普段多分サードネット配信をあまりご覧になってない方も、いらっしゃるシチュエーションが高そうなので、ちょっと平たいところから実況していきましょうかね。さあシュートパーム、イエキサレルト入らないが、さあ多発ジャッキー絶唱で暴れる、これは漏れちゃった、おそらく鉄山発動したかったかな。お、マジ中足振ったら裏行くの、ああ鉄山が引っかかる。さあこの組み合わせというか、やっぱりゲージが強いですね。手前打ちから投げはケアして、さあユン側は無理にいかない、いってんな触りながらゲージ作ってます。ジャンプ TC、 ガードが硬い、後ろ投げ、タジャッケパーム、タラジャン投げ、コパンで拾ってパーム、タジャッケダッシュシュート。さあ YSB ハウス、これはハウス、画面端に固め続けて取り返すのは YSB、 怖かったでしょハウス大きいに説明するのがむずいな。さあ出ないと一言ぼやいたが、ゲージ発動し直して、まあ、この状態はユンやりたい放題と思いきや、投げで割って痛いダメージにならず、雷撃地獄、鉄さんから発動、固めて前方中足でしょう。さあジャッケシャガ中2勝、隙を生じぬ多段構え。